回はこちら、目指せ作家デビュー自費出版の世界。思いを本にして全国の書店に並べる男、文芸者渡辺博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっともう本当にね、今日も楽しみなんですよ。チラチラ見えてるし、やばそうなのが。自費出版って聞いたことはあるんですけど、作家さんが出版の費用を負担して出版すること。誰でも作家になれるんですか？審査はしますけれども、誰でも道はあります。ブッコロでもぜひお願いしたいです。ぜひお願いしたいぐらいの自費出版で多いのは自分史自伝です。誰なんですか？いや、結構それが面白かったりします。おじいちゃんおばあちゃんの初恋の話だったりとか離婚したけども頑張ってますとか、そういうのに勇気もらったりとかあると思います。ちょっとやばいな、自費出版にもうハマりそうですどれくらいのお金が必要で、どれくらい出版されるかっていうのを知りたいんですけど。一例挙げますと、200ページとか300ページぐらいの小説を1000冊全国の本屋さんにも流通しますよというので、およそ200万円とか。200万。例えば200万で小説100冊やりました。1冊1000円です。1000円全部こっちに入ってくるんですか？いや、一般の作家さんと同じくですね、印税というような形に。印税なんて大したことないですよね。5から10。5と見積もって1000円でやって1000冊100万。5万。自分のことをより晒し、初恋の話とか赤裸々に書き、200万出して販売しました。ブッコロさん、ブッコロさんの初恋仰天記全部売れましたわ。印税振り込んできますね。5万回ほぼ200万捨てたのと同然だリアクションに困る感じですねもちろんそこから増刷がかかっていけばっていうようなところですね。文芸者の場合は増刷するお金っていうのは全部会社で負担するので、初期のものだけってことは、重版いかない限り作家さんがプラスになることはないですね。はい。あ、やっぱそうか。編集はどうするんですか？編集は専門でつかせていただくんで、はい、文芸者さん側から言うこともあるんですか？ここはちょっとこれやめときましょうみたいな。一緒にいいものを作っていきましょうっていうスタンスなので。じゃあ渡辺さんの前に置いてあるものは基本的にいいものっていう扱いで大丈夫ですね？各作家さんが表現したかったものが形になっているという形になります、はい、若干やばそうなのもちらほら。例えば著者の方が絶対これはやるんでって言われたらどうします？どうしてもそこが強い要素だと、はい、いうことであれば、最終的な決定権は作家さんにあります。例えば私が150ページのミステリーを書いて、途中で犯人が収益している5年間を表したいから、間100ページ白紙入れてくださいみたいなのできますおそらくできると思うんですけども、ただ本屋さんに置かれた時に断腸だと思われないかどうかというのが心配ですベストセラーになったものもあるんですか？この B 型自分の説明書、2007年に出たものなんですけども、はい、累計638万部。は？いくらですか？価格1000円です。ってことは638万部で1000円っていくらですか？63億。文庫がその中に含まれているので、半額の500円で出ているので。としても30億はくだらないみたいな話ですよね。で、5パートすると1億5000万。B 型自分の説明書、血液型あるあるを1冊にまとめて、クスッとくるような感じでまとめてある本ですね。別で A 型バージョン、はい、B 型バージョン、O 型バージョンあるという感じですね。これで1億5000万か。やられたそれ以外にもありますか？それからの三国志という。あ、聞いたことある。あ、本当ですか？もともと文庫する前は自費出版でした。累計で15万部売れました。諸葛孔明が亡くなった後の三国志というのは、あんまり書かれているものが少なくてですね、面白いということで、はい、三国志ファンの方々が買ってくれたと。ワンアイデアだな、ワンアイデア。あとはですね、これから映画化もされる余命10年、これで今50万部。おい俺やる気出てきたよ実際にね、見ていこうかなと思うんですけど、イエスプリクラ王子いいですか？あ、これはぜひ取り上げていただきたかったこれはすごいですね。内容としては一人でプリクラを撮って、男の人がずっとそれが貼ってあるいやいや、いいのいいんだけど、本にするかね。うわー、この人会いたいな。すごい良い方だと伺ってますこれはすごい。文芸者さんより1200円でもぜひ買っていただきたいですね。これ何部出てるんですか？1000部。1000部しなかったですよね、10。そうですね。のプリクラ王子って言ったんですよねただ怖いのはですね、プリクラ王子2があるんですよこちらはまだ絶版になってませんので、お買い求めいただければ。いやいや、お買い求めしないですよ黙々と一人でプリクラを撮り続ける男、再び前作の在庫が家に500冊担当者はですね、止めたというふうには聞いてるんですけども、溢れ出るエネルギーがですね、形にしたと。プリクラ王子も王子ですけど40歳になりましたもう俺自費出版やだよって書いてある。我々もすごくおすすめしてるわけではなかったんですよ私競馬やるんで、競馬で勝つ人、はい、負ける人気になるんですよね、はい、競馬歴50年の著者が外さず当てる極意を伝授、こういう系の本死ぬほど買った
のよ昔。観戦レースと勝負レースを見極めよ、競馬新聞の印を鵜呑みにしない、当日のパドックと返し馬を重要視、当たり前のことばっか書いてあるじゃん。競馬本は定期的に出す方がいます。自分の理論といいますか、皆さんにもっていう形で。後書き1行目がすごくいいです。競馬とは我々にとって何でしょうか。すっげーわかるわ。棒人間で覚える英単語。棒人間のイラストビジュアルを印象付けて勉強を楽しくやりましょうと。スロー投げる、棒人間はボール投げて。コントロール支配するなんですけど、冠かぶった棒人間と土下座してるっぽい棒人間がいる。リミットに至ってはキープアウト、キープアウト、ノーって書いてあるんですからね。あんまり棒人間が機能を果たしてないもん。こうやってやるのが正解かもしれない。何を言ってんだこの棒人間は。あ、サポートだよこれ。次はフクロウ飼ってます、行こうかな。いや、写真のさ、画素どうにかなんなかったっすかこれ。フクロウ飼育の副読本。可愛くて魅力のあるフクロウがどこでも簡単に飼えて、静かで手がかからないと言われているのです。でも待ってください、この際はっきり言います、それはデマです。破壊王のフクロウ。フクロウは汚す動物です。鳥にトイレのしつけはできません。人間できることはせいぜいフクロウたちが気に入って泊まるものの下に新聞紙やペットシーツを引いて被害を広げないようにするぐらいです。騒音。フクロウは鳴きますよ。フクロウはうるさい動物です。リラックスしているとよく鳴きます。規制を発します。夢を打ち砕くようで恐縮ですが、フクロウは本来人になれません。ボロクソじゃないですか。生半可な気持ちでフクロウなんて買うなと。それだったらね、可愛いミミズクの手のひらサイズのぬいぐるみがあるから、それ買えばいいじゃないかと。渡辺さん、おすすめの自費出版も一冊いただいてもいいですか。科学と物理の基礎の基礎がよくわかる本。めちゃくちゃ簡単に書いたっていう本じゃないですか。で、あの分厚さですよ。ここに増補版とあるんですけども、増補版出すぐらい売れたという。増補版だけで約2万部。すごい。うわ、きっちいよ。これ売れんの。 2×5 というのは2を5倍にしたもの、つまり2を5回足したものと等しい。いや、よくわかんない。 0.5 とか 2.7 などのように小数点を持つ数のことを小数という。え、当たり前すぎて怖くなっちゃう。こんなとこから行かないといけないのかな。社会人になってから科学と物理とかのことをおさらいしようと思うと大変なことみたいですね。それを一冊にまとめた本っていうところで売れたと。最後一冊、永遠の霊人を。すごいな。これが82歳、元有名大学教授で女装界のカリスマ。女装って一つの文化みたいになってるんですね。お世辞抜きで綺麗かもしれないですね。そうなんですよ。ずっと女装をしてきて取りためたものがあると、一冊まとめて作品として出したいという話を伺いました。何年もかけて取られたものの集大成という感じですね。さあ、夜も更けてきましたね。ちなみにこれってリアル書店でしか買えないんですか。普通にアマゾンとか楽天さんとかどこでも買えます。え、イエスプリクラ王子検索すれば買える可能性あるんですか。買えます。結構これがですね、プレミアついてたりするんですよ。プレミア王子じゃないですか。そう、まさにその通りです。今のうちにぜひお求めいただければと思います。いやいや。イエスプリクラ王子2の方はですね、アマゾンでは中古も売ってます。1円です。